いやー来ました、甲子園いいね。はいはい、今日はですね、なんと甲子園プレミアムガイドツアーにやってきました。なんかね、通常のツアーよりね、ちょっとね高くて1万円ぐらいかかるみたいなんですけど、まあでもね、プレミアムツアーということでかなりね貴重なツアーになってるみたいなんですよ。でしかもね、これ動画撮っていいみたいなんで、いやーこれはね、動画にしっかり甲子園のね、隅々まで残していきたいと思います。なんかこれをつけてここで待ってくれって言われたけど、ここで合ってんのかな、位置って書いてあるけど、ここで合ってんのかな。ガイドさん来るんかな、そろそろ、はい、ま、あ、はい、ガイドさんや、多分ガイドさん、あれや、あれや、あ、はい、あの方かな。はい、ということで、甲子園プレミアムガイドツアー、参加の皆さん、こちらに集まってください。参加です。はい、はい、参加です。参加です。あれどうか、集まってください、集合ですよ。集合、集合、はい、集合してますけどね。はい、番号1番、1番の方、はい、1番です、はい、僕です。1番の方から、僕1番です。1番の方まで、はい、1番から1番まで、はい、集合しましたね。1人しかいないのこれ。はい、ということで、全員揃いましたね。全員、はい全員ですか。ということで、甲子園プレミアムガイドツアー、本日担当させていただきます楠木と申します。楠木さん、はい、お願いします。楠木です。あ、よろしくお願いします。笑顔素晴らしいですね。はい、よかった。はい、ということで、はい、早速参加費なんですけども、参加費、1万円ですね。あ、そうかそうか、渡さないとできなかった。はい、1万円、そうやそうや、で1万円ですね。ちょっと少々お高くなっておりますけども、はい、ご安心ください。それだけの価値のあるガイドツアーとなっておりますので。なるほど、はい、それだけやったら安心できますね。あ、最後、あ、はい、はい、さあ、さあ、取れた、1万円ですね。そのダイレクトで行くんですね。すごく計算してません、なんか。まあいいか、あ、はいはいですね。だいぶ雑ですけど、あ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 、いやいや、しまい方よ、しまい方がワイルド、はい、あ、笑顔はいいねんな。楠木です。楠木さん、お願いします。はい、ということでね、はい、1万円、もうゲットしたんで行きましょうか。はい、はい、わかりました、すいません。はい、はい、ということでこちらになります。あ、お願いします。ちょっと楽しみやな、なんだかんだでな。プレミアムと、プレミアムが1万円払ってますからね、ほんまね。いやー、ということでこれから行きましょう。ここ、75、はい、はい、ください。ここ、はい、何ですか。あれ、あれや、悪いですよ。あ、ほんまや、はい、阪神のスローガン、あれ達成しましたね。いやー、よかった、本当に優勝見れてよかったな。もうこれは記念に撮っときましょう、はい、あ、撮っていいんですか、うん、え、一緒に撮っていいってことですか。あ、もちろん、もちろん、ね、いいんですか。カメラに収めて、あ、撮ろう、 ありがとうございます。え、そうなんや、めっちゃええやん、あれと一緒にこうやって。いやー、楠木さんも入ってもいいかな。あ、楠木さんも入ってくんねや。あ、でもいいや、ガー、あー、すごいノリいいな、楠木さん。はい、ありがとうございます。はい、あ、すごい、やっぱ、はい、すごい入ってくる、はい、すごい入ってくるけど、まあいいか、はい、まあいいや、あ、こっち、次そっち、はいはいはい、いやいや、楽しみや。さあ、次どこやろ。優勝したから、このね、イベントが、あ、ね、そうなんですね、よかった。普段ないんですよ、初めて。ないんですか。初めてなんですよ。あ、そうなんですね、はい、まあ、優勝したらこういうことがあるんやな、よかった、見てきて、ほんま。やっぱりあんまり知られてないのかな、はいはい、プレミアムがあったの。そう、だからかな、一人しかいないの、うん、まあ値段も高いですしね、そうなんかな、まあ、その辺は満足させますよ、はい、本当ですか、楠木さんが、はい、よかった。普通のツアーと比べてください。本当ですか、はい、あ、じゃあちょっと安心してきたな。はい、いや、そろそろ、そろそろ、そろそろですか。来ましたよ。来ましたか。1号門。1号門。お、ここゲートですね。1号門でございます。ゲート、すごい。ね。気持ちいいですね。はい、いいですね。1号門。はい、はい、はい。行きましょう。1号門。はい。その都度やっぱ取っていくんですね。1しましょう。1号門。1、森下君。1。おま、おまりね。おまり。すごい言ってくるな。オマリーの位置ね。嬉しい。阪神タイガースファンは一番や。はい、決まりました。はい、行きましょう。一番や。めっちゃ自分でも取るな。まあいいや。はい、これがゲートか。なるほどな。めっちゃむせてるけど大丈夫あの人。めちゃくちゃむせてるけど大丈夫かな。ちょっとあの病気を患ってますが。いや、心配なるわ。行きましょう。心配なる。言わんでいいよそれ。こちらがですね。あ、はい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 。24号門。24号門、ここは、はい、はいはいはい、あ、ま、え、またですか。24号門、はい、24号門って、はいはいはい、24号門って言います。24ね、24、はい、24、イエーイ、ね、中畑清志ね。檜山さんとかじゃない。中畑清志、絶好調。なんで巨人ファンなんですか。絶好調、中畑清志です。はい、はい、あー、いいですね。くすのきも絶好調、ありがとうございます。はい、行きましょう。いるかな、行きましょう。まあいいわ、まあ面白い方やからいいけどね。こちらですね。え、あ、もしかしてここって、はい、ブルペンから、うわー、リリーフカーに乗って、すごい、はい、
マウンドへ向かうところです、これ。わ、めちゃくちゃすごい。これはもうよくテレビとかで見るとこや。テレビルカが乗ってね、両サイドから阪神ファンが頑張れ頑張れ、あー、ね、すごいな、ここ。ドリス頑張れ、ドリスおったけど、ほんで打たれるっていうね。打たれたらあかんけどね、はい、あ、そうなんや、はい、見せましょう。見せてくれるんですか。もちろんです。ほんまですか、はい、こんなん絶対見れないでしょ。プレミアムだから生きるんですか。ジャンプして、いや、見えへんけど、ダッシュしてジャンプしましょう。はい、見えない。プレミアムなんでね、全然見ていただいて。全然見えないですよ。網しか見えないんで。見えないですか。鉄格子しか見えない。あ、ちょっとね、じゃあ、あのカメラでね。カメラで。じゃあ盗撮やん、ごめん。盗撮やん。はい、はい、なんなんこれ。抑えましたんで。しんど。抑えましたんで。しんど。しんど。めっちゃジャンプさせられた。プレミアムなんで。プレミアムはジャンプさせます。22番は。すごい、門のことめっちゃ教えてくれるな。はい、教えました。あ、お、なんでしょう。はい、クスノキ、おすすめの。おすすめ。21号門。ここはね、はい、ライト、外野、はい、外野の方がね、はい、入っていくところ、阪神ファンが一番こう混むところ。あ、まあ盛り上がってますけどね、一番混むところはね、はい、ここ、はい、すごいね、もう、はい、なんていうんですかね、はい、木が、阪神ファンの木がね、まだ残ってますわ。そうか、はい、まあ、確かにそうですね、熱気がね、はい、中入りたいけどな、中入りたいな、はい、ということでね、はい、はい、門の紹介でございました。門の紹介会門の紹介会、まだあの、まだまだ門あります。もう門ええよ、もう門いいですって。もう門大丈夫、いつまで門紹介してるんですか。この中全然入らせてくれへんよ。はい、こっからはね、はい、本当に、はい、貴重なところをお見せしますんで。そうなんですね、はい、バックスクリーン、うわ、バックスクリーン、はい、オーロラビジョンをね、 お見せしましょう。ついにそういうの見たかったんですよ。はい、やったということでね、はい、はい、こちらですね。え、上げていただいて、はい、これがね、バックスクリーンですね。はるか上空じゃないですか。バックスクリーン、なんで裏側やねん。ね、バックスクリーンのバックスクリーンいらんねん。いや、撮りましょうか。いや、いいですよ。バックスクリーンと、なんでバックスクリーンの背後と。ちょっとね、はい、あ、いや、あ、じゃ、いや、すごい、いや、嬉しないわ、これ。あ、しゃ、嬉しないわ、中でやってくれたらめっちゃ嬉しかったのに。はい、はい、はい、すごい、ネコロング撮ってくれてるけど、はい、すごいな、いらないよ、これ、このツーショット。はい、ということでね、いや、いらんでしょ、こんなん中で見せてくださいよ。今からちょっとオーロラビジョンの説明なんですけども。説明してくれるんですか。はい、ちょっとあの詳しく説明しますんで。お願いします。はい、聞いてくださいね、はい、2019年にリニューアルされまして、うん、はい、このオーロラビジョンの大きさが、うん、通常の 1.6 倍となりました。大きなった。はい、以上でございます。短いな、はい、めちゃくちゃ短かったぞ。何やこいつ。19号門、もう門いいですって。18号門、いいですよ。ほぼ門のことしか言わへんな。大丈夫かなこれ。1万円分取れるかな。あちら、これなんすか。これ野球灯。野球灯取れます。野球灯灯ね、これね、野球灯、はい、こんなんあるんですね。ね、はい、取れました。取れましたけど、はい、はい、野球灯これはですね、はい、なんかの記念ですね。なんかの記念。はい、またあの各自で調べていただいて、はい、そんなパターンある。どんなツアーやねん。各自で調べるってないねん。ちょっと撮っときましょうか。何、各自で調べるって、はい、野球と、はい、社会の授業ってやってるけど、はい、野球と、野球と、はい、野球と、はい、はい、はい、写真これ、はい、ということで、何やのこれ。一旦ですね、一旦この私、はい、先ほどから、はい、カメラマンとして撮っておりますんで、はい、1000円をね。え、1000円をちょっといただきます。追加すか。そうですね、こちらで写真撮影、動画撮影、ね、いや1万払ってるんですけどね。する場合は、頼まれた場合はですね、聞いてないけど、マジ言ってんすか。はい、1000円、追加で1000円かかりますけども。いや、そんな、聞いてないですけど、もうしゃあないんだけど、わかりました、すいません。あ、すごい取り方する、すごい、すごい綺麗な取り方するね。儲けた、そうした、なんか聞こえたぞ、なんか聞こえたぞ。あ、テンション上がった、16号も門のとこテンション上がるんだもん。なんやねん、はい、なんなん。これもクスノキおすすめの16号もね。知らない、全部おすすめやん、もう、はい、なんなんこの人。これはもう現役時代岡田さんがつけてた背番号でございますね。いや、いいよそういう情報だけから、そして15号も、もう門はいいて、門は、15号もね、門はいいもん。15番というと、はい、巨人の山倉ですね。なんで巨人に言うねんだから。山倉阪神のツアーちゃうんかこれ。いやねんこのおっさん。はい、こちらもね、はい、持っときましょうよ。ここ、なんですか、はい、これ。あ、これ、なんか、あ、すごい、
甲子園で出るでしょ。甲子園なんてますね。歩いてください、この文字を写しながら。文字を写しながら歩く、こうやって歩くってことですか。はい、変わりませんか。変わりますこれ。あ、すごい、甲子園から大林組になった。すごっ、はい、これがですね、はい、クスノキイリュージョンでございます。いや違うでしょ。はい、あなたは何も関係じゃないじゃないですか。こちらですね。こっちなの。映してください、映してください。あ、これ、はい、どうですか。え、なになに、これ何ですかこれ。はい、全然分からへん、これだけ。はい、はい、こちらはですね、はい、あのビールの売り子とか、はい、アルバイトの甲子園のアルバイトのスタッフが、はい、その方たちの、本部ですね。あ、そうなんや、はい、ここで待機したりしてるわけですね。ここでね、待機したり、もうアルバイトの甲子園で働いてる、あ、アルバイトの方の、はい、まあ、本部みたいなもんです。もうだからバイト終わったら、はい、売り子さんバイト終わったら、はい、こっからね、はい、出てきますんで、はい、出てきますんでね。すごいな、はい、出てくるんやここから。ただね、はい、あのビール売ってる時と、はい、バイト終わった後、はい、オンとオフ全然違いますんで。いらん情報やなそれ、うん、やめとけそんな。あの時笑顔やったのにみたいな、ね、そんななりますんで。あるけど、気軽に声かけないでください。怖いな、もうね、今後声かけられへんよ。もう本当にあの別人と思ってください。やめなさいよ、はい、ね、大変やね売り子も。はい、ということでね、タイガーショップ。タイガーショップね。はい、はい、タイガーショップ、はい、あのまあまあやってない。やってへんのかよ、またどこもやってへんやんけよ。はい、こちらが正面ですね。はい、あ、正面戻ってきた。はい、おぉ、取っときましょうか。あ、こちらもうせっかくなんでね、はい、うん、嬉しいな。甲子園来ました、甲子園優勝、阪神優勝、はい、1000円ですね。え、忘れた、そうや、取らしたら、1000円ですよ。取らしたら追加料金発生するんやった、はい、ちょ、もうなんやねん、もうこれなんぼ取らんねん、これ。いや、取り方だから、取り方どうなってんねん、これカツアゲの取り方やろこれ。いやよ、もう今日夜ご飯焼肉行けんな。言わんでえ、そんな聞こえたぞ。まただいぶ回ってきたけどな、今んとこ外周してだけやで、これ。はい、何これ。はい、あ、待って、閉まってんでしょ。え、もう閉まってんの分かってるから。もう何やねんこのツアー、ほんま全然中入られへんやん。ということでお、はい、こっからかこっからですか。メインイベントでございます。はい、やった、はい、ついにか。はい、ということで中に入りましょう。あ、本当ですか。はい、やっと入れるんや。はい、ということでちょっとね、はい、こちらからちょっと言いにくいんですけども、はい、やっぱり中に入るということで、はい、追加料金。なんでまだいんねん、ね、なんでまだいんねん、はい、おかしいでこのツアー。ですね、1万これ3000円払ってるんだけど。ちょっと待って、1000円、3000円いける。いけへんよ。3000円いっとこ。いや、勝手に行かれた。3000円やったような気がする。あ、からやんけ、もう3000円やったような気がするわ。気がするってね。いやいやいや、しまい方よ。かないもう。はい、もう財布からやもん。ということで、はい、今から早速ね、中に入りましょう。はい、もうお金払ってお願いしますよ、はい、ほんま。こちらですね。はい、中？水のスクエアですね。広場やん。はい、広場の中いらんねん。はい、どうぞ。今からね、はい、30分間、はい、自由時間与えます。いらんやろ広場で30分。はい、休憩やったらください。いや、いらんよこの、はい、広場30分見てどうすんねん。じゃあ私がカメラね。いや、いらんよ。撮りますんで。はい、30分の区画ちゃうやんね、これ。うん、キャップで終わるよこんなん。木下手か、実況。木実況下手すぎるやん。木あるね。いらんよ、もう木あるね。木撮影せんでええよ。トラ、なんなんこれ。これね、昔はトラ撮ってあげよう。え、撮って昔はね、あげようって。昔はね、駅前のところね、はい、トラあったんやけども、あ、移動しましたね。あ、移動しましたね。そうなんだ。ガオやっときましょう。ガオ、はい、ガオ、はい。金まだあったっけ。金もうないです。あー、ほんま金ないです。もうなくなった。はい、現金所ないですね。あー、なんや、せっかく取ったのに。いや、態度悪っ。態度悪っ。ですね、はい、あと25分ありますけども。ここで25分。はい、もうないですよ、ここでやること。もういいんですか。いいですよ、もう僕しかおらんしもんで。いいんですね。いらないですもん、この25分は。はい、じゃあ、はい、終了になりますけど。終わりですか。今のところ1万3000円使ってくるっと回っただけですよ。いや、金数えんなよ。1万5000円あるわ。1万5000円か、知らん間にめっちゃ意外でた。本日、プレミアムガイドツアー、はい、担当させていただきました、クスノキでした。拍手。拍手あるか、お前。ありがとうございます。なこいつ、お前。あす。金
金返してくれほんま。またね、阪神タイガースは次日本一になった時の、第2回プレミアムガイドツアーありますんで、ぜひ参加してください。いや行くかそんなもん。よっしゃ行くかほ帰れやねんこのツアー。